おはようございます。今日はですね、1月26日の朝6時にジャストになったところですけども、やっぱ日足にね、変化が見られたんで、今までのようなセル一辺倒からもしかしたらこれからね、倍に入っていくかもしれません。現在の価格が103円の752あたりなんですけども、これね、104円の方に向かっていって、もしかしたら105円を突き上げるんじゃないかなと思うんですよ。今まではね、102円方面の方に向かうんじゃないかなと思ってセルをかけていたんですけども、どうもね、その日足にちょっとした変化が見られるんですよね。今日はその辺から解説していきましょう。じゃあ画面を切り替えていきます。どうなるでしょうね。まずこれが週足なんですけども、ちょっとした変化が見られるところが週足にもあります。まあ、こことこことここ結ぶような線、まあ、ここもですけどね、いつものように横に引っ張っていきますね。はい。そしてですね、もうこの上のフェーズは終わって下のフェーズに入ったというふうに申し上げたんですけども、それも短い期間でね、ここからこういうふうに進むんじゃないかなというふうに思い始めました。それは何でかっていうと、この移動平均線、ちょっと分かりますかね。移動平均線の緑のラインがちょっとね、真横ぐらいになってきてるんですよ。これがちょっと気になるところなんですよね。もちろん真横になるところここもあったんで、ここもですけどもね、もしかしたらもうビビたる動き、瞬間的な動きかもしれませんけども、ちょっともう一個ね、気づく点があるんですよ。ちょっとこれを見ていただきたいと思います。クローズアップしたものですけども、わかります？ちょっと今までにはないね、動きが今見られてるんですよ。というのが直近の2つです。こういうふうなね、十字が出てるでしょ、2つ連続してヒゲなんですよ。上下ヒゲで、実体がほとんどないという週足なんですよね。これね、細かく1時間4時間で見てたら分かんないんですけども、週っていう単位で見ると、この週ってのは、途中ではいろいろあったけども、ほとんど値を動かしてないわけなんですよ。買いに対しても売りに対しても。で、今3つ目の十字ができようとしてます。形成中の十字がここにあります。これももしかしたらね、十字になるかもしれないですよ。迷っているわけなんですよね。だからずっと右肩下がりで来た時に実体がどん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 出てましたよね。実体がもうはっきりとした実体ばっかりですよね。こうでもここに来てですね、大きな実体の次に十字がね、十字ってのはこれですよ。十字が連続してるわけですよ。でもう一個十字が今週の足の確定、ローソク足の確定でできちゃったとすると、これはね、転換の予兆なんじゃないかなと思うんですよ。ずっと下一辺倒できてたんですけども、もしかしたらね、これ拡大しないと分かんなかったんですよ。で、次がデイリーなんですけども、デイリーはね、やっぱりこう全体的にこうなんですよ。ずっとこういう風な線引いてましたよね。だから分かんなかったんですけども、ここだけをね、ちょっと切り取ってみると、大きく上から来て、ちょっとまあ下がるか横ばいにも見えるところで、こんな動きがね、ちょっと見て取れるんですよ。移動平均線は初めてこの大きな流れの中で横になってますよね。3つがまとまった形になってます。その他に似たような形があるのはこの辺だと思うんですけども、そうですね、この後は大きく下に下がる、大きく下がるっていうところが回りました。でも今回は大きく下がることも予想されるんですけども、もしかしたらね、反転して105円の方向に向かうんじゃないかなって気もしてきてるんですよね。ちょっとだからね、今までのようにセルの話ばっかりじゃなくて、倍の可能性も語る時が来たということでしょうか。ちょっと1週間ぐらいはその様子を見ていこうと思うんですよ。で、こちらが4時間足なんですけども、4時間もちょっとレンジに入ったような感じがするんですよね。レンジに入って、下に行くことも考えられるんですけども、どうもですね、この V の字が横に入ってきてるんで、上昇に向かうためのね、ちょっと準備運動に入ってるのかもしれないなっていう見方もしてきてるんですよね。ちょっとここ2、3週間と全く違うこと言ってますけどね。で、最後1時間なんですけども、1時間のポイントはここです。このゾーンにどういうふうにこの V の字が向かっていくかなんですよ。
だからこっからまた下がっていくんだったらセルが続行だと思います。でもなかなか下がっていかないんですよね。だからこれがね、もしかしたらその上に行って突き破っていくと105円の方向に向かいますね。だからここを注意深く見ていかないといけないかなと思います。今まででしたらここにぶつかったら多分ねセルで行きましょうしか言わなかったと思うんですよ。いやいや今に来てね、これねバイが連発する可能性ありますよね、105円に突入するまで。そういうふうに見えてきてます。まあ、いずれにしてもここ2週間注意深く見ていかないといけないところですけどね。はい、というところでね、今までとはちょっと違うことをお話ししましたけども、セル一辺倒でいけばいいよっていう時から、もしかしたら、転換を迎えたのかもしれないなと。この1週間ぐらいでね。この3週間か。この3週間で、確かにセルの方向に動いたんですけども、でももしかしたらこっからは、バイの方向に行くかもしれないなっていうのが、10時の連発で見えてくるんですよね。という分析でございます。ちょっと今日のことはよく覚えておかないといけないですね。11月26日、だから2月の半ばにはもう倍をかけまくってるかもしれないです。では以上です。ありがとうございました。